よーし、来たよ。ファーストホールでね。いいね。これは気分最高。まあでも嬉しいよね、この 3.5 はやっぱりね、その軸になるっていうか、一番まあメインのゴースだし、特にあの真面目の時間帯とかしやすい時期になってくると、やっぱりこう光量が少ないっていう時とかもシルエットが大きい方が絶対アピール力はあると思うし、そういうので馴染みやすくなるからね。おっしゃ、来た。オッケー。よーし、来たよ。ファーストフォールでね。Aサイズでね。ういーういー、よいしょー。足一本やからね。よし。はい。ファーストフォールでしたね。着水からボトムの方沈みかけていったときにラインが走っていく感じ、いいですね。生命感やっぱり出るっていうのはすごいよね。ボディ大きくてシルエットで目立たせてアピールして、さらにそこにフラッシュブースト搭載っていうのはかなり強みやと思うね。光量出てきて塩色にエギが馴染みにくくなってきたんで、常にね、見やすい色、見やすい色を選択していきます。自分がね、見やすいのね、エギをモテモテピンク。よし、来た。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。ははは。ふうふう。魚に当たられてる。やばい、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 やばい。やめて、やめて、やめて、持っていかんといてよ。手前から、そーっと入れてね、バックするから、イカは。で、ネットの中に自然に入れると。で、糸緩めて、ネットを回収します。お、でかい。やったね。よし、よし、え、いかや。いいね、フラッシュブースト最高。たまらんね。おしゃ、来た。あはははは、しゃー。イエイイエイイエイ、楽しい。あー、ゲソイチだ。足一本です。足が一本です。3.5 号のアボカド、来た。オッケー。ええね。感度やばいね、やっぱりこのショートの円形って。
よいしょ、はいよ。そこのね、手前ちょっと駆け上がりになってんだけどね、そこのちょうど駆け上がりはね、しゃくってそのままフォールで違和感やね、当たり出るっていうか、まあまあんっていうのが穂先にちょっとテカンドとして出たんで合わせてみたら乗りましたね、うん、モテモテピンク 3.5 は必要やね、絶対。水深もそこそこあるしね。で、まあ、このフラッシュブーストの 3.5 号自体がやっぱりね、あの3号ってボディが小さくなる分、ボディが小さくなる分 3.5 の方が潮の影響が受けやすいんで、体が大きくなると潮に乗りやすい、だから乗せやすいってことは潮に馴染みやすいんで、状況によったら小さい3号の方が沈むの早い時があるね。 3.5 号の方が重たくても寄ってきて見切るんじゃなくって、寄ってきてさらにそのキラキラしてるから抱いてしまうっていうとこに持っていけるっていうのはね、もう実際こう今までのねゴース発売しててもうみんなも釣って分かってると思ってるんだけど、まず先に投げたいみたいな特に競争率多かったりしたらね、我先キャストで取っていくっていうのは全然出来礼儀やと思うから、自分的にもかなり必要なもんかなと思いますね。寄りからの警戒か寄りからの抱きつくかっていう差っていうのは相当あると思うね。これはもう結構な数の人がこの多分3号とかね 2.5 号使ってもらうことで体感してもらってると思うんやけど、とんでもなく効果あるよね。ね、この考慮させてくるとやっぱりより生きるしね、やっぱりそれプラスあの今までのエクスカウンターよりあのちょっとだけねホール気持ちゆっくりめにしてるんですよ、このフラッシュブーストの 3.5 号の方が、の方がよりこう光のアピールしてる時間が長いから、やっぱりその後押ししてくれる、あと一つっていうところでこう寄ってきてパッて抱くか寄ってきてスッと下がっていくかっていう、この抱くっていう選択を選んでくれるには、やっぱりこのややスローにしながらキラキラしてくれてシルエットが大きいっていうのはかなり強みやと思うんで、マジで必要な号数やね、ここの 3.5 号っていうのは。このロングロッドに変えます。手前シャローなんやけど、あのちょっと向こうにこう色変わってると思うけど、あそこで落ち込んでちょっと深くなってるんね。で、ロングでやっぱり届かせたいところに持っていきたいのと、でその深いところでエギの動きを見せる時間を長くしたいから、スラックジャークをやっぱりゆっくり使いたいんよね。だから長めのロッドでしっかり深い方へ投げて、でできるだけ手前に寄せてこずにそこで大きく動かして見せるっていう、本当あの大きくその場だけでできるだけテンション張らずに、ほとんどもうフリーホールに近い状態、余分な分だけ巻き取ってもうフリーホールに近い状態で落として同じところで何回も見せてるっていう動きですね。よくね聞かれるのが、これで当たりどうやって取るんですかって言われるんだけど、当たりは取る必要がないんですよ、こういう釣りするときは。要は抱かせることをメインに考えてるから、取りに行くんじゃなくて当たりを出さす、もしくは次のしゃくりで乗ってれば別にそれで OK なんで、大事なことは食うべきところでちゃんとエギ見せれるかだけなんで、変に当たり取りに行こうとしてエギに違和感与えて食わせられないんやったら取れずに釣れる方がまだマシ。あと結構ね下にゴツゴツした石あると思うんやけど、どうしてもそこ取る釣りで引っかかりやすくなると思うんやけど、最初のだからしゃくりを軽く跳ね上げといてからしゃくり始めると引っかかりにくくなる。ポーンと跳ねさしてしゃくりで、テンションもかけない、張らず緩めずぐらいでやんわり沈めていくと、しっかり張ってるとガンって引っかかるから、張らず緩めずでふわーっと沈めていけばそんなに引っかかることがなくて、軽く跳ね上げてしゃくりで、浅いとこに来たらロッド立ててじっくり上をゆっくり動かしてくださいね。これでスーッと水平に動かして、で急にパッて落としたらそれに抱いたりするから、それ誘うと。来るよ来るよ来るよ、はい抱いた、よいしょね、うわかけられたよいしょ。今の感じでね、こうシャローでこう水平に動かしたやつを追っかけてくるやつだよね。はいはい、リリース、
ありがとう。よいしょ。バイバーイ。よいしょ。 79M、 これも短いけどね、ほんまにロングに負けず劣らず飛ぶからね。力のない女の人とかでもやりやすいね。こんだけ張り合ったら軽い力で動くから、でっかいエギが結構ね、ほんまショートロッドの固めのやつって鋭いアクション加えれるから、エギがバシバシって動かしやすいんでね、キレのいいアクションをさせやすくてね、いかにスイッチ入れやすいね。ロングロッドはね、大きいこうスラックでやりやすいんやけど、ショートは今度割とピッチの速いこういうアクションがすごいしやすい。水深あるところでドエントで回遊待ちとかはロングロッドで、でまああの南岸したい時ね、警戒に回りたい時とかこういうショート系のロッドでみたいな使い分けができるとね、サッサッサッて回ってパンパン打っていけるからね、それで最終的にストーク上げれるっていう。押してきた。感じにドラグで飛んで引っ張り出したね。おーでかい出たね最高やん駆け上がりやね、やっぱりね、水平にちょっとやって、スーッと今水平に泳がしてるところでドーンってきたもんね、やばいすごいね、やっぱやばいね。あの光量でもほんま実際当たってきてからね、さっきまでこう影やったからね、駆け上がりのところで多分光量差し込んできたもんあると思うよ。光でよりアピールが強くなるからね、やっぱすげえわ。フラッシュブースト最高。